7番目は四国地方代表の愛媛大学教育学部附属小学校です。四国地方では115校が参加しました。附属小学校は8年連続34回目の出場です。ここでまた作文をご紹介します。夏休みの暑い日、一番暑い時間に頭がクラクラするまで力を出し切って歌った後の冷たい冷たいジュースの味、あの素晴らしい気持ちの良さは忘れられません。それから何度歌ってもみんなの声が合わなくて悔しくて涙が出そうになったこともありました。けれども先生から OK サインをいただいた時の嬉しさはまた言葉では言えないほどでした。毎日毎日の練習の中でのこれらの数えきれないほどたくさんある思い出、それが一度にあふれ出て咲いた花、その花が四国一の花なのです。それでは歌っていただきましょう。愛媛大学教育学部附属小学校の課題曲は割り箸一本、指揮は小川俊彦先生、ピアノは坂本よし子先生です。割り箸一本くっつけられる。